ということで僕たちは終わったんですけど、はい、絵のスペシャリストは僕らじゃないですよね。そうですね、そうですね、まあ、やはりあの方を、あの方にも描いてもらいました。永田リーダーのイラストを見せますか。そうですね、永田リーダーのがこちらです。すごいですね。まあさすが、さすが永田リーダー。学校で勉強する時はありますね。個人的には草タイプが、草いすごい、草っす、いいね。これちょっとあってほしいですね。これで棒は最2個目で尻尾に行って最終的に3個、うん、ありそう。本当にそうですね。なんかモーガザル、あ、ゴーガザルの草バージョンみたいなことね。でタイプが確か草アクって言ってました、はい、草アクか草単体って言ってたんでバレバレ、ちょっとずるいよな。ずるいですね。で、ヒマニーの方はあの炎格闘の宿命は避けられんって言ってましたね。絶対に炎格闘はもう続くってね。まあ、ありそうやね、確かに。そうですね。で、水タイプは水ドラゴン。そうですね。うん、ちょっとこれは俺ないと思うけど、なんかデブになりましたね。なんかポケモンなっとね。ポケモンっていうよりはなんかモンストとか、モンストでありそうやな。パズドラっぽいデザインじゃないかな、初期のね。あうん、まあ、ありそうな順番上からですね。そちらですということですね。まあ、一応スペシャリストも決まるんで、みんなは誰の進化系が一番来そうかとか、どれが一番いいかとかっていうのをコメント欄でぜひぜひ教えてください。ぜひ教えてください。ペヤングさんの紹介していいですか。あ、そうだ。あ、で僕の弟のペヤングのも一応紹介しておきます。で、これ名前知らないですけど、どう、かっこいいですね。なんか円ってね。ああ、スーパーヒーローみたいなの、これマント貼ってます。ああ、ちょっとわからないですけど。で、向こうあるって。もう一個ある。おお。あれ、木、あ、木がハンマーになるってことですか。おお、そういうことか。そういうことか。おお、ウッドハンマー、うん、確実に覚える。ですね。はい。じゃあもう終わりか。はい。はい。では皆さんもぜひぜひ予想してみてください。それでは次回の動画で、バイバイ。バイバイ。